皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。最近ジョセフさんは2024年は民衆が力を取り戻す年だと常々言っていますが、今回からは2回に分けてパワーを取り戻す瞑想法をご紹介します。パワーを取り戻す瞑想法。美しい魂をお持ちの皆様、燃え尽きたような感覚や打ち負かされたような心境に陥ることはありませんか？それともしぼむような心地になることはないでしょうか？まるで吸血鬼に囲まれているかのようにエネルギーを完全に吸い取られたような状態になってはいませんか？障害や壁に突き当たった時にそれを突破するだけのエネルギーや力が出ないような感覚に襲われませんか？それではなぜそのようなことになるのかここでお話ししましょう。2024年は人々に力が宿る年であり、何がいいことかといえばその時に人々にはもう力が残っていないのです。私たちの権力は何世代にもわたり削ぎ取られ、そして大多数の人たちは生まれた時から権力を他人に渡しているのです。気づいていないかもしれませんが今でもそのような行動をとっているでしょう。もう身動きをする気力もなく、前に進むことも考えられません。本日はどうしてこのようなことが起こるのかについて正しく解説し、一番重要なことは本当に特別でパワフルな瞑想法をお伝えします。それではこれから一緒に力を取り戻しに行きましょう。2024年はまさに人々に力が宿る年となり、そのことは今回18回目になる元旦予言でお話ししています。8の波動についてさらに深く知り、2024年をどのようにして有利に過ごすのかについては2024年の世界予言の動画をご覧ください。もし人々に力が残っていない時に力を取り戻せばどういう良いことが起こるのでしょうか。もう私たちは何世代にもわたり力を奪われエネルギーを吸い取られるがままにされてきたのです。私たちは常に他人にはイエスと言い、自分にはノーというように教え込まれています。私が豊かになる宣言をするプログラムでも教えていることですが、いかにして力を取り戻すのか、壁を突き破るために必要な方法、そして続ける必要がある瞑想や自分の未来像をはっきりと表明することの重要性についてお伝えしました。そのことはニュースレターにも詳しく書かれています。ただ単に何世代にもわたって私たちの力は削がれてきただけでなく、日常的にも私たちは他人に力を預けてしまっています。時には喜んで自らの力の行使を諦めてしまうのです。それも気がつかないうちにです。それは私たちの先祖についても当てはまり、世代を重ねるごとにひどくなって、今では全くの無力になってしまいました。2024年の数秘術で8のエネルギーは、人々にパワーを取り戻すのにとても重大な働きをします。私たちはいつでも力を取り戻すことができ、それは他のことと同じようにプロセスが大事です。生命と精神がアセンションしたその先を見ることができますが、そのためにも努力が必要です。それはとても大事なことであり、私たちすべてがしなければなりません。2024年に私たちは人々に対し権力を持つことができますが、まずはそれができるのだと自分に言い聞かせてください。かつて私は母に呼び出されたことがあり、その時は姉が多忙であり子供を母のところに置いていました。そこで私に手伝うよう言ったのですが、私はノーと言いました。すると今度は親類に電話して強引に世話をさせました。どうして人は自分がやりたくもないことにイエスと答えてしまうのでしょうか。その時私は何十年もの間溜まっていた自分の心を洗い直す作業をしていたので協力したくはありませんでした。以前そのことを友人に話したらあなたはなんと利己的でわがままな人なのだと言われました。自分自身を育てることがどうしてわがままだと言われてしまうのでしょうか。それこそグローバリストの上流階級が信じていることであり、
庶民は他人のために奉仕するよう望んでいるのです。多くの人はまずは子供を第一にと言いますが、それは子供を破壊することに他なりません。子供に対して良い接し方はまずは自分を第一にしてその次に子供のことを考えることなのです。もし子供たちに私は子供が第一ですと言ったなら、まずは他人のために奉仕することを第一に考えるように子供たちにプログラムされるでしょう。私たちは政府に税金を払い、政府が言うことは全て何でもはいはいと従いますか？そのように私たちは子供の時から我が子が第一だという思想によって他人に奉仕するよう育てられているのです。ですがそれは違います。まず皆様が第一なのです。それがまず日々自分に対して言い聞かせられることであり、まずは自分に対してイエスと言いましょう。そして自分に喜びや幸せを噛みしめてあげてください。マッサージに行きたければ行くべきであり、皆様はそうするに値します。常に皆様の両肩に悪魔がいることを忘れないでください。彼らは常にそんなことをする必要はないとか高いからやめようなどと囁きます。どうかそのような声に耳を貸さないようにしましょう。森や海岸に行って喜びを満喫しましょう。そうすることにより地球とつながり、また自分自身ともつながれるのです。まず自分が大事だということを忘れないでください。皆様にはパワーが必要であり、どのようにしてそれを取り戻すのかについてお話しします。とても簡単なプロセスですので私のガイドに従って瞑想をしてみましょう。それでは手短にこの瞑想にどのような効果があるのかについて説明します。いかなる瞑想においても呼吸が一番重要であり、私が教える瞑想では常に息を吐いて肺を空にすることから始めます。それから深呼吸をして肺をいっぱいにしたところで2秒から4秒の間呼吸を止めます。はじめの3つの呼吸は口から出してストレスや緊張を吐き出します。そうやって昨日から今日まで、もしかしたら明日までも持ち越すようなストレスを解消します。それを3回やったところで息を吐き切って肺が空になったら再び2秒から4秒息を止めます。基本的に深く息を吸い、また深く息を吐きます。そして肺をいっぱいにした状態と空にした状態を数秒間維持するのです。そうやって深いリラックスした状態になったら呼吸を整えます。まず皆様にリラックスする方法を教えますのでつま先から頭のてっぺんまで心地よくリラックスした状態になります。そして催眠術にかかったように気持ちの良い雰囲気になります。そのようにしてまずは宇宙に旅立ち、自分という山の頂上に降りるのです。この呼吸法は豊かに変身できるプログラムのやり方の一つです。本日私は皆様を山の頂上までご案内します。私の教室では生徒の皆様にまず山のふもとに案内してそこから山の頂上を目指しますが、これは私の教える中でもとても時間も労力もかかるコースです。本日もその過程を学びますがまっすぐに頂上に登る形にします。皆様はゆっくりと山の頂上におりますが、そこが岩場のようであってもまた崖のようであっても人それぞれ見え方が違うでしょう。その頂上のへりに立ったら今まで見たこともないような美しい光景が広がっています。山と海と森がそこから見え、そして皆様に力を取り戻す方法を瞑想を通じてお伝えします。リラックスすることが大事ですが、中には寝てしまう人もいます。とにかく心地よい状態になるのが第一であり、呼吸に気を配ってください。瞑想に入ると心がさまよい始めますが、何十年も瞑想をし続けてきた私に言わせれば大抵の場合は心を落ち着けていることはできません。これが瞑想で誤解されていることで、もし心を落ち着けたままでしたら昏睡状態の中で寝ているのと同じです。これこそが瞑想についての誤解であり全く現実とは異なります。瞑想とは姿勢と適切な呼吸そして瞑想する目的が必要であり、
そのためにまずストレスを解消し、本日は力を取り戻すための瞑想をするのが目的です。三つの異なったやり方で瞑想します。もし心がさまようようなら深呼吸して私の声を聞いてください。私が最高の瞑想ができるようにご案内します。もし眠ってしまうようでしたら私の声が聞こえないと思いますが、それが催眠状態と言います。それは車を運転している時によく起こりますが、ある場所に着いた時にどのようにしてこの場所に来たのか覚えていないことがあります。だからこそ車の中では自分の愛する人の旅立ちのことが分かったりスピリットガイドに会うことがあるのです。運転していたのにそのことを覚えておらず、しかし安全に何事もなく到着しているのはまさに催眠状態にあったからなのです。潜在意識で車を運転して目的地まで来れました。それと同じことをこの瞑想でも体験しましょう。いかがでしょうか？ここまでは準備段階といったところです。次回は本格的な誘導瞑想に入りますので、ぜひ試してみてください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。